うっす。新宇流師範、常富のです。今日は、刀の抜きと呼吸をやっていきます。刀と呼吸の関係です。これは、基本はありますが、実際の、例えば、実践というか、試合の時、または、その、抜き合いになった時に、逆の呼吸を使う場合もあります。まず、刀は、小太刀を使います。で、小太刀を、反りがある方を上に、刃がある方を上にして、入れています。で、この状態から、まずここに持っていくときに、手をかけていくときに、ちょうどこのような形でかける形になります。で、この形でかけて、で、かけるときから、ゆっくりと息を吐きます。で、相手に対して、切った時に呼吸を吐き切るような形になりますが、実はここで吐き切ってしまった時に、まだ浅いなという時にもうちょい踏み込んだり、または、次の技に行く時に呼吸が少し残ってた方がいいので、はーって吐き切った後にもう一回はーって吐けるような形で残しておくと、呼吸は非常に楽にいけます。もう一回いきます。ここから息を、はぁ、はぁ。で、この今の、はの部分が残ってれば、はぁで吐いて、また打ち掛けられた時に、はと、刀を、受けに持っていくこともできます。ただ、完璧に息が吐き終わっていたら、はぁーってなった後にやると、で、苦しくなりますので、その分相手から押されてしまう可能性が強くなります。なので、最後のを残す形ですね。なので、呼吸法の練習としては、まず、はぁー。という形で、一旦、はーって吐いた後の、というのが出せるような形に練習をしていきます。なので、まずは刀を関係なしに、例えば、まあ、一度ですね、刀を下ろしていただいても結構ですけど、一度、息を前から、はーって吐いて、で、やる。で、この時にですね、一応これで、はぁーっていうのが慣れたら、はぁーって、ちょっと吸う感じですね。少し吸う感じで入れてもいいです。あくまでも呼吸法というのは、基本があっても、実践の状況によって、またはその時の体調によって、息の吐き方、入れ方を変えていかないと、同じやり方でしかできなければ、体調が悪かったりしたとき、または疲れていて、もう、息が続かない。そのときに、次の息ができなくなってしまうので、なので、まずは、はぁーって、やるやつを一つやった後に、はぁーって、軽く吸って吐く。で、一瞬で、ね、吸わなきゃならないので、で、ここで、ここに、で、少し出す感じですね。で、今見えますかね？で、少しここが出てくる感じで、息吸います。ここだけでですね。鼻の、吸いだけで、ここ膨らませます。で、息吐いて、で、やるとですね、
息続かなかった場合でも、その次がやることができるんで、なので、息をまず、ってやれる形にした後に、って形でですね、2回持ってくると2回できますし、これを3回やれば3回、4回なら4回と。つまり、基本、居合というのは、一撃必殺で、やるのが居合なんですけど、相手がその一撃必殺に耐えたときですね。相手が耐えることは一応想定して、最悪を想定してやっていかなければならないが武道なので、常に相手が今の一撃で倒れなかったとき。そのときを考えながら呼吸も練習します。もう一回いきます。まず、肩幅ですね。足開いた状態から、例えば右側で抜く場合は、右足を軽く前へ出しながら、この時に息を吐きながら、で、息吸って、吐いて、で、血振りをして、収めます。っていう形で、呼吸を、その居合の一つの動きの中で、常に吐いて吸って、吐いて吸って、吐いて吸ってっていう形で、持っていきます。で、理想としては、次の一撃をやるためには、吸ってなきゃいけないんで、なので、抜いて、切って、収めるときに、できれば、吸いながら収めて、で、相手が次に来たときに、そちらに向かって抜き打つ。このときに吐くっていう形になります。なので、基本、抜くときは、基本は吐きながら抜くんですが、ただ、真打流の場合ですと、一撃という、その、抜くだけではなく、二撃、三撃という形で、二つ、三つという。例えば、相手がそれ耐えた、じゃあその次に何をするか。相手がそれで耐えた、で、その次にっていうことで、二回、三回、その抜いた状態から戦うことを想定してますので、で、真言流には空手や護身術もあるんで、その空手技、護身術技を使いながら、抜きの技も一緒に取り入れてやっていくと。より実践に近い形。真言流の実践というのはあくまでも護身が基本なので、自ら攻めていくというよりは、相手から何かされた場合に、それをいかにして防ぐか。特に狭い場所ですね。あくまでも狭い場所での戦いを想定しているので、例えば電車の中であるとか、あと、エレベーターやエスカレーターっていうのもある面狭い。幅が狭かったり、箱が狭かったりっていうふうな形でですね、その狭いところで相手から何かされた時に、いかにそれを避けるか、いかにそれを防ぐか。で、相手がそれでも、こちらに対して、例えば極端に言えば、最近よくナイフで刺されるとか、そういった殺意を持ってやられる場合もあるので、その殺意に対していかにその殺意をはぐらかすというかですね、逃すか。殺意に対して向かっていくには殺意しかないんで、それは危険なので、あくまでも相手の殺意をはぐらかす。相手が殺そうとしてこちらに向かってくるものを避ける。または相手をその避けた時に足をかけて倒す。そうやった形で、相手のその攻撃をあくまでも逸らす。逃す。で、その間にこちらは場所を変えて、逃げるとかですね。そういった形で自分の体をまず守る。その守るために、その狭い中での戦いをやるのが真武流なので。なので、狭いところでは、大太刀とか、そういった大きな刀、普通の長さの刀は使えないので、あくまでも小太刀。で、それが護身術で派生すると、例えば、携帯用の普通の折りたたみ傘。そういったその長さの中で、あくまでも自分の身を守るため、自分の大切な人を守るために、どうやってそういった人たちから逃げることができるのか。そういう人たちの攻撃を防ぐことができるのか。っていうふうな形でですね。ただ、相手が殺意を持っててですね、来た場合に、相手を倒した場合は、そのまま倒して逃げるという場合もありますけど、
殺意があれば追ってくる可能性が高いんで、そうすると後ろから追われると背中向けて走らなきゃならないんで、それも危険なので、場合によったらその倒した相手の、まあ要は武器持ってる、例えばナイフとかを持ってる手を片方の足で、まあ膝とかですね、で押さえつけて、で相手の背中の上にそのもう片足乗せて、で相手が動けないような形。で、よく問題になるのは、首ですね。相手の首を膝で押さえると、相手が窒息する可能性もあるんで、それは逆に過剰防衛とかで、罪に問われる場合もあるので、あくまでも相手の腕。で、特にその腕の先の方ですとね、まだ肘とか動いたりする場合もあるんで、まあ、ここに片足乗せて、まあ、片膝乗せれば、ほぼほぼ相手の動きは封じれるんですけど、で、その場合でも、もう片方の肩ですね。肩のあたりに、もう片方の足を乗せてとか、いうような形でですね、完璧に決めて、動けない状態を作らないと、相手は動いていきますんで、そういった形のやり方もあります。で、そこを判断するのは、相手がどれほど危険なのか。今そこで止めといた方が、で、救助を呼んだ方が安全であれば、それをやった方が安全ですし、もうそのまま相手を倒して、で、逃げて、その逃げた方が安全であれば、その安全の方を選ぶというような形でですね、判断をつけてみてください。それではですね、もう一回、息の、刀と息の関係ですね。で、これ、例えばさっきの逆をやります。さっきは、こうやって、で、吐きながらなんですけど、これを逆に吸いながら抜いてみます。どうでしょうか。吸いながら抜いてみると、さっきの吐きながら抜くよりも力が入らないことがわかると思います。で、居合の場合っていうのはあくまでも一撃で相手を、まあ、動きを封じるのが基本的なものなんですけど、わざとに1の太刀で相手の動きを少し止め、で、2の太刀で相手に対して攻撃するという手もあるので、例えばその場合は、吸いながら出して、吸いながら構えて吐くっていう手もあります。で、その場合は、吸う幅ですね。時間を短くすると、その分だけ、まあ、呼吸の延長ができるんで、で、今ですね、1、2、3でちょっと吸ったんですけど、っていう形で吸う。まあ、要はさっきと同じような形ですね。これで、ここが膨れる感じ。で、膨れる感じ。っていうのを、という形で吸っていきます。ただ、1回、2回、3回で続けてやると、3回目が少し浅くなるのはどうしてもしょうがないです。ここに溜まってる分が増えますんで、だんだん入らなくなってきますんで。なので、で、吸った時にですね、どれぐらいの量を溜めるかっていうのを考えながら、っていうのを、ってやるのか、ってやるのか、今、ちょっと長さを変えました。で、一瞬で吸うやつと、で、少し長めに吸うのやつと。っていうふうな形でですね、その呼吸を変えることによって、その相手に対して伝える力の加減が変わります。なので、あくまでも呼吸というのは、その自分の体の中に息を入れ、まあ、要はエネルギー源ですね。車にガソリン入れるような感じで、呼吸を入れて、だからよく息が上がるという状態ありますよね。息上がってて、はっはっはっってなってると、その分だけ息が浅いんで、息が浅いってことはガソリン少ないんで、相手に対して向かっていっても、その分だけ力は弱くなります。なので、自分の中にどれぐらいの息が溜まるかっていうのもですね、まず最初にチェックしておいた方がいいと思います。で、溜め方なんですが、それは息を吸うときに、例えばさっきのこういう形でですね、で、吸っていくとですね、自分の中にどれだけ溜まるかがわかります。例えばこれが、で、ここまででもう溜まってんのか、それとも、で、ここまでで溜まるのか。で、今度はこれを吐きます。ていうふうなまでいけるのか、または、
って終わるのか。で、基本的にね、ここで、はーって吐いた後に、もう一回、はーって、もう一回吐き出す感じですね。はーって、これ逆にね、今度は吸うやつで、っていう形です。で、そうするとですね、息っていうのは常に、吸うのと吐くのとって同じぐらいの量が入るような形になります。なので、同じような量を増やしていくことによって、吸ったら吐けます。吐いたら吸えます。よく水泳なんかでですね、息継ぎやるときに息吸いますけど、息吸うってことは息を吐きますよね。例えばこうやってやるときに、クロールやるときに、パッってやって、パッって口からハッって吐いたやつの、ついでに、って息吸ってますよね。っていうふうな形と同じなんですよ。つまり、呼吸っていうのは常に出したものだけ吸うんで、基本的にはそれが普通です。ただ、我々武術というか、例えば居合やったり、空手やったり、護身術やったりとかやってる場合は、その息を変化させていきます。吸った量が少ないのに、吐く量は多いとかね。あとは、吸うのが1回で吸ってるのに、吐くのを3回に分けるとか。っていうふうな状況によって、呼吸のやり方を変えていかなきゃならないんです。なのでですね、その状況というのは、例えば居合の場合だと、さっきのこうやってやるときに、まず持っていくときに息を少し吸って、で、抜くときに息を吐いて、最後、吐き切るときに、はってやるか、または、はってやった後に、ちょっと呼吸を残しておいて、で、斬新というかですね、心を残して他の方から攻撃がない、もう相手から攻撃がないというのが分かって収めるというようなね、はぁ、はぁ、はぁ、で、今最後収めるときにね、はぁってやりましたけど、これ、例えば収めるときに、はぁってやればまだ呼吸残ってますよね。で、残ってる呼吸で、はっってやることもできるので、そうやってですね、呼吸の調整を、状況によって変えていくことができるようにしてください。で、それの練習としては、先ほどやった、まずはこう、まあ、ここをやるとですね、体が締まるので、で、締まると、中にある息というか、呼吸が出てきます。空気が出てきますので、わざとに締めて、そこから、はぁ、やって、で、やるのを、練習するんですけど、その時にここの肩ですね、肩あまり上がらないように、肩で呼吸すると、ここで呼吸してることになってしまうんで、ここで呼吸やるとどうしても浅いんですよ。なので、ここで、ここが膨らむような感じでですね、例えば息するときに、で、ここが膨らんでいく感じ。で、はぁーってやると、ここはしぼんでいく感じ。まあ、よくある腹式呼吸ってやつですね。で、まあ、聖火丹田とかって言い方もありますが、基本的にはおへその位置ですね。この辺りを意識するように。この辺りで呼吸してるよっていうイメージで、手吸って、だから最初手つけなくてもですね、このままの状態でこうやってお腹に手当てて、手吸って、ああ、お腹膨れてるな、ああ、減ってるな。で、はぁーってやってる時に、ここで少し押さえてあげるっていうのも一つの手です。そうすると、余計に、はぁーって出ますんで、で、はぁーっていうのをですね、1日5回、10回っていう、隙間時間見つけてはね、やっていくと、結構ですね、呼吸が、息が体中にこう、酸素を運んでってくれる、まあ、入れたやつを、まあ、血管通して酸素を全身に回してくれるような形になります。ただ、これね、気をつけなきゃならないのはですね、これやってると気持ちよくなってですね、眠くなるっていうのが弱点ですね。まあ、逆に眠くなるほど、その体中にいろんなものが行き渡っていていいのかなっていう部分はあります。ただですね、一応、まあ、やる場所ですね。例えば、学校に通われている方で、学校の休み時間にやったら授業中眠くなっちゃったとかっていうのもありえますんで、そういう場合はその時間ちょっと避けてですね、やられるといいかなと思います。なのでね、あと例えば、まあ、男性の方でズボンを履かれてベルトがある場合は、ベルトのところにこう親指ですね、ちょっとこう入れる形にして、でこれでこういう形にしてからですね、
で、これから息を、で、お腹膨らます感じですね。ってやるとですね、肩は動かないで、ここ膨らますことができるんでね。女性の方でも、このベルトがあるやつだったらこうやってやればいいですし、こうやって少し押さえた状態でですね、両手で少し押さえた状態で息を吸いますと少し膨らみますね。で、これを少し押さえながらってやるとですね、これもまた肩が上がらないで呼吸をする癖がつきますので、まずはそこからやっていっても結構だと思います。で、そうやって、少しずつ呼吸の幅を広げて呼吸のバリエーションを増やして、で、どのような状態でもできれば、入ってる時じゃないから力が入らないというわけでもないんですよ、実は。慣れていくと、息を吸いながらでも、例えば息を吸いながら、って、吸ってますけど、力は入ります。で、これは一応そうやってですね、何度も何度もやり慣れていれば、それができるようになるんでね。あくまでも、慣れです。慣れれば慣れるだけいけます。ただ、人間の体は常に、その呼吸が浅いと、できる技の幅が狭くなるんで、常に呼吸の幅を広げているような形ですね。ここを広げて、で、吐いたり、吸ったりをしながら、その呼吸法で自分の体の中にパワー入れて、で、そのパワーを一気に吐き出すっていうふうな形でやっていくわけですね。で、胃炎の場合なんかね、どうしても、足を思いっきり広げて、前へこう、つんのめるようなイメージがあるんですけど、それやってしまうと、要は、つんのめると、重心が前にずれちゃうんで、そうすると刀叩かれたら刀を落とす可能性もあるんで、非常に危険なので、常にですね、重心はこの中心ですね。真ん中にこう中心があって、まあ頭のてっぺんから、股間の間ぐらいですね。で、そこにスーッと重心が落ちてるという形の状態であれば、多少こう前に出てても、そのつんのめるというような形にはなりにくいんですけど、これがですね、重心がこう前へ、頭が前に行ったり、後ろに頭があったりすると、その重心の位置がその真ん中の位置からずれるんで、で、ずれればずれるだけ弱くなります。力が入りづらいです。なので、常に重心まっすぐ。で、そのまっすぐな位置で、腰を落とすんであれば OK です。で、または足を広げるのは OK です。ただ、広げすぎてね、重心まっすぐ押してるんだけど、ストレッチというかですね、やってるように足が広げすぎると、それもまた力が入りづらいんで、またはそこからリカバルっていうかですね、抜いていった後に、また立ち上がったりするときに手間取ってしまうと、逆にそこを疲れてしまうので、なので、あくまでも、すぐに戻れる、こう、平行の位置から前に出てすぐに戻れるような形ですね。で、これもですね、この動きと呼吸を合わせていくと、これを前に出すときにその息を吐く形になります。ただ胃炎の場合基本的にね、足をこうまっすぐ出すっていうのはあまりなく、どちらかというと、心陽流の場合は常にこうやって足が平行であった場合に、こういう形に少し弧を描くような感じで前に出ていきます。そうすると、その分、重心が真ん中にあり、なおかつ内側からグッといくので、力が入りやすい、足の運びですね。っていうふうな形で、やりながら、こう、はぁ、はぁ、はぁって、前に出るとき、または後ろに下がるときに、で、これと、手の動きっていうのはもうもちろん合ってるはずなんですけど、そこはね、足の動きと手の動きがバラバラになったとしても、呼吸が安定していて力が入りさえすれば、それは OK です。あくまでも、人間っていうのは、今のさっきの呼吸の幅と同じように、例えば筋肉の幅とか、それぞれの人によって違います。で、相手が自分よりもその筋肉量が劣っていたり、またはその呼吸の幅が浅かったりすれば、極端に言えば息を吸った状態で、今までのやつの全て逆をやっても圧倒することができます。ただ自分よりも体格が大きかったり、または自分よりも、その技を持っていたりとかいう相手に対して、その吸う呼吸でどこまで
対抗できるか。ただ、これもまた相手によるんですけど、相手がとても強すぎる場合ですね。相手が強すぎる場合っていうのは、相手はこっちの呼吸を読んでくるんで、で逆に言えばこっちの呼吸がセオリー通り、理論通りじゃない場合、相手はびっくりします。で、そのびっくりしてる状態で、その、隙をつくことはできるんで、ですから、そういったのもありますが、ただそれは本当に万に一口、1万回あったら1回ぐらい、あるかないかの世界なんで、そこに頼るよりは、常にそのセオリーの中でやってった方が、例えば30回に1回とかですね、60回に1回はチャンスがあるんで、なるべくチャンスがある方を持ってった方がいいと思います。あとは、例えばプランクやって、体幹鍛えるとかですね、あと、そういった体を鍛えながら、呼吸も変えていくと。ただ、体を鍛える前に、先に呼吸をやってから体を鍛えた方が、要は、エネルギーがありますんで、いろんなことをやる、その幅ができてます。で、呼吸あまりできてないうちに、先に、プランクからとやると、プランクやりながら、例えば呼吸を合わせていけば、それもまた一つの手なんですけど、それだけやろうとすると、もうプランクだけで疲れちゃって、例えばその居合がやりづらいとかっていうふうな形にもなりかねないので、あくまでもまず呼吸を、何もない状態で、お腹のあたりまたはベルトのあたりにこう入れた状態で、で息吸って吐いて、でそれを秒数をちょっと測ってみたり、で最大何秒までいけるのか、その秒数を少しずつ伸ばしていく、またはその秒数の中で少しずつ切っていく、でその切っていったものを伸ばしていく、でトータルが最初のその限界のものを1秒でも2秒でも広げられるようにしていく。そうするとですね、結構長い時間そういった呼吸法ができる形になります。で、居合で必要なのは大体3分ぐらいなんですけど、基本5分10分できればそれに越したことはないんで、そしたらその分のエネルギーが体の中にはあるはずなんで、なのでそれをうまく使えば一撃に込める力がかなり変わってくると思います。なのでですね、あくまでも呼吸、吸って、吐いて。で、基本は鼻で吸います。ただ、例えば息が上がっている状態であれば、口も開けて、口開けて使う場合もあるんで、で、それについてもですね、これからおいおいやっていくとは思うのですが、ただ簡単に言うと、例えば息、鼻だけで吸うので、かなり、で疲れてしまうと、今度は口の方ですね、ここだけでは入りきらないよっていう場合は、ここも少し開けて、で吸う形ですね。で、ただね、鼻とね、口って内側の中でつながってますんで、どっちから入れても基本その量一緒に空いて入れるから、そんなに量が増えるわけじゃなくてですね、ここの入ってく、軌道というかですね、そこは同じ幅でしかないんで、広げることはできますけど、ただ、その、両方で吸ったから何かいいメリットあるよってわけじゃなくてですね、ただ、ここでも吸え、ここでも吸え、両方でも吸えるような形にトレーニングしてた方が、何が起こるかわからないので、どういう状況であろうと、自分の中に安定して呼吸が取り込め、自分の中にエネルギーを貯めることができると。いう形になります。あとはね、よく深呼吸とかで、こう手伸ばして、で、こうやりながらですね、またはこうやってるところから、で、吸って、で、吐いてっていう、これも、それなりにその効果はあるんで、ただ、居合っていうのはあくまでも体幹通った状態でやるのが居合なので、体幹通すためにはなるべくこういった動きは入れないような形でやった方がどちらかというといいかなと。なのでできるだけね、この居合をやるような状態で、居合をやるようなイメージでされた方が、肩の抜きと、なので肩のない場合ですね、例えばこうやって腰に手やって肩があるような形で手をこう差し込む感じですね。ここを差し込むような感じにして、こうやって握るようなつもりで、ここから、はーって、ちょっと腰をこうひねりながらですね、腰ひねりながら、
あくまで体幹まっすぐな状態で腰をクリッてひねる感じですね。で、腰ひねりながら出して、で、血狂いして、で、こう、収めるイメージですね。で、それだけでも十分に、イメージつきますんでね。で、ちょっと握るイメージ欲しいなっていう場合は、鉛筆かなんかでもね、ここに鉛筆刺しといて、で、その鉛筆握って、まあ、例えばですね、まあ、鉛筆でも何でもいいのですが、ボールペンでもいいんですけど、例えば、こういう鉛筆があるとして、鉛筆こうやって握っといて、ちょっと長めじゃないとやりにくいですけどね。で、ここをこういうふうな形で押さえて、この状態からこうやっていくと。で、これボールペンでも全然いけるので。で、これをこう入れていく感じですね。ただこれ、先っちょ尖ってると、入れるときに刺される可能性があるんで、これですね、鉛筆、なるべく尖ってない方をですね、こっち側に入れといてですね、で、あえて尖ってる方を持つような形でですね、で、こういった形でこうやって、で、やってからやられた方が、痛くなくていいです。尖ってる方気をつけてください。必ず尖ってる方を上にしている状態。で、これもね、短いと、こうやったときに刺さっちゃうんで、長いやつでね、できれば鉛筆で使う場合は削ってないやつ。削ってない鉛筆をそのまま使えば、そのままトレーニングできます。で、ボールペンの場合はね、まあ普通にボールペンの状態で、どっちあれでもいいんですけど、尖ってない方を、まあなるべく、まあ尖ってるやつのキャップついてる方をこっちにしといて、前にしといて、で、こうやってっていう風な形でですね。で、それで呼吸法を練習されると、かなり体の方に馴染んでくると思います。今日はですね、刀と、まあ、刀の抜き方と呼吸法ですね、または刀の収め方、つまり刀と、呼吸の関係についてやっていきました。それでは、トレーニング頑張ってください。うっす。